ぱり自分の、窯で大谷茂です。作家名は大谷工作室っていう名前でやっております。そうですね、まあ朝起きて、夜寝るまで仕事してて、日中は起きて他の仕事しながら時々釜の様子を見る、バーナーをつける、プレッシャーを上げるとか温度計を見てなんかチェックして、で夜はキッチンタイマーで1時間寝てチェックしてまたかけてっていうような感じですね、シガラケは結構昔から、セラミックの歴史があって、中世とか何百年前からもずっと焼き物の里で、ここも河原の町でだいぶ長いこと、大きいものを作って失敗して割れてたらそこら辺のおっちゃんかと思ってた人が実は結構すごい腕の職人さんで、もうちょっとここをこうしろとか通りすがりに言ってくれたりとか、なんかそういうその信楽の皆さんにいろいろ教えてもらって大きいのを作れるようになったっていうところがあります。前の、東京の開会式での展覧会から次の個展になるんですけれども、なので、なのでっていうか、その開会式ギャラリーさんで僕のキャリアはだいぶ変わったというか、これまでは今度は美術がここまでが美術っていう境界線が今揺らいでるのかなと思うんですよね。だから僕が現代美術に入っていくというよりか、現代美術ってどこまでが現代美術やみたいな境界線のところに僕がいるのかなというふうにはちょっと思います。